おまけです。どれにしましょう。さあ、今日もたっぷり仕事があるでちゅよ。そうでちゅね。でも所長がやらなきゃいけない仕事でちゅから、1年もほっとけばこうなるのは必然でちゅよ。これでも私ができることはやってるんでちゅ。最低量でちゅよ。まだ半分も終わってないでちゅよ。話でちゅか？そうでちゅね。あ、そうそう、冬葉ちゃんが倒れたって。風邪らしいでちゅけど、ここのところ忙しそうでしたからね。書類が片付いたらお見舞いにでも行ってあげてくだちゃい。きっと喜ぶでちゅよ。所長？ちょっと所長！どうしましたか、高弘さん。ここは病室ですから、騒いじゃダメですよ。いや、分かってくだされば良いのです。生意気な口を聞いて、申し訳ありませんでした。そんな大したことないでしょ。こんなことで休んでしまう働いている皆様に申し訳ないでしょ。他の方にもそう言われました。だから今回は甘えさせてもらいました。高弘さんがですか？
高弘さんがかぐや姫。だってなんだか嬉しいんですよ、こうして高弘さんといること。せっかく高弘さんが目覚められたのに時間が合わなくて、やっとこうしてゆっくりお話しできて嬉しいです。風も悪くないですよね。はい、そうですね、早く直さないと。あ、ごめんなさい。あ、はい、そうですね、心配かけたくないから早く良くなりますね。とても聞きやすかったです。高弘さん、喉が痛いんですか？大変、私の風邪がうつってしまったかもしれませんよ。本当ですか？何でしょう。はい、高弘さんもプレゼント箱が出せるんですね。そうだったんですか？全然わからなかったですよ。私が開けてよろしいんですか？ありがとうございます。では。これ…ここに永遠の愛を誓う高弘さん、そんなことないです。私嬉しいです。私の願いが一つ叶いました。ありがとうございます。いや、そんな。すいません、あと一つなんですが、その誓いの なんていいですか。だからいえ
そうじゃなくて、それです。ひどいです。それでは、さっきの正解をお願いします。やっぱりダメですか？ごめんなさい。次に会えるのがいつになるかと思うと不安になってしまって。これは私のわがままですので。高弘さん。はい。はい、もちろん。私、実相寺冬葉はここに永遠の愛を誓います。はい。まったく困るでちゅ。所長は寝込んでる場合じゃないんでちゅ。仕事盛りだくさんなのに。もういいでちゅ。今日はゆっくり休んでくだちゃい。昨日行かせるべきじゃなかったでちゅね。いえいえ、お大事に。霧島さんは待ってましたか？よかった。ごめんなさい、うつしてしまいました。早く治ってくださいね。もう、そんなこと言ってちゃダメですよ。私も、高弘さん、大好きですから。それはこれから先も変わらないですから。だから、ずっと抱きしめて、離さないでくださいね。セーブしますか？どれにしましょう？よろしいのですか？
します。セーブしました。どれにしましょう。